しますよね。炎症起こすの。確かに誰かいるかな。くら壁。え？え？おせ壁だ。社長。あの壁増えてる。ちょっと待って。え？今のところ今社長にやったのね。どうでした？もう一枚扉増えてる。どういうことですか？で、こんぐらいでいいです。北山さん、ちょっと。眠いですか？ちょっと お腹いっぱいある。ちょっと今緊急というか緊急であのトゥービーさんにお願いしてちょっと撮らさせてもらってます。いや壁できてる、扉できてる。これあったっけ？いやなかったです。ここら辺一体なかったよね。はい、ここら辺できたんだよ。ここら辺が壁できてる。シャープ1で見せてもらったじゃないですか、うん、レッスン上、はいはい、なんか見た目が今変わってたのでちょっと急遽今トゥービーさんにお願いして、うん、ここだけ今撮ってもいいですかっていうことで、とりあえずこっち行ってみる。俺これが何になるのか俺聞いてないのよ。ここに社長は今日社長。あの壁増えてる。ちょっと待って。壁増えてるもんね。壁増えてるんでちょっと中だけいいのいいですか。もしかしたらできてるかもしれないってことですよね。壁増えてるよ。どうでした？もう一枚扉増えてる。どういうことですか？いやマジで。え扉ですよね。扉。本当にもう一枚扉増えてる。え前撮ったのは多分1ヶ月ぐらい前なんですけど。これとか多分なかったもんですよ。はい。え、俺言ってること分かるから開けるよ。意味分かんないから開けた方が早いと思う、はい、扉に扉がある。あどういうことだ。二重だからさ、音とかさバンバンってかけるからさうるさくなんないようにさ二重扉にしてんじゃない。映画館みたいなことですね。そうだろうね。防音なのかな。ああ床はまだ何もできてないわ。え、どこまで入っていいの。中、多分大丈夫だと思います。ちょっと、じゃあ見る。壁増えてる。壁増えてる。また増えてるんですか。なんきっとここら辺で着替えたりすんのかなとか言ってたじゃん。あのエリアにまた壁が増えてる。てか壁で埋まってる。うわすごっ。ほら部屋になってるよ。あ、うわすごっ。え、これ本当に映していいの。風潮上もあれですね。あ、本当だ、しまわれてる。結構出てたもんね。あ、なんか変な。うわー、しかも扉ができてる。開かない。破っちゃったかも。夜景。あ、夜景。夜景見えるわ。ここは何なんですかね、その扉の向こうは。いや、わかんない。
それ以前北山さんはなんか着替えるスペースかも、なんかここが着替え室になるのかな、更衣室っていうかさ、あの今新しくさオーディションとかもなんかいろいろやってるから。あ、そうなんだ。そうそうそう、こういうところで多分レッスンするんじゃないの。更衣室なんじゃないかなと思ってる、うん、あっち側からは入れるわ。壁増えてる、壁増えてる、天井できてる、扉、床も、床この時忘れたけど床は、いや、結構出来上がってきてますね。そうだよね、扉もある、壁で埋まってる向こうは、向こうはあれなのかな、出れんのかな、まだと作りかけなんですね。いや全然作りかけでしょ、ここ鏡なんじゃないの、違う、ああ、やばいやばい、これ養生されてる、あ、ここで鏡見てみたいなっていう予想だけど俺は。もし鏡があったらどういう風な感じで練習、どこに立ってっていう、でもみんなこっちに向かってみんな並ぶんでしょ。で、え、本当にこっち鏡になるのかな。明日は MV、 明日、明日の仕事としては明日は MV のリハじゃあここ鏡だとしたらどんな感じで。やんないよそうやんないよ。あ、そうかそう、うん、まあ、すいません、やらないよ。こういうとこ工具あるじゃん、もうこれ借りてるじゃんあとどうやらなんか 2B のあの事務所、はい、あのモニターが増えたらしい。モニター、うん、あ、北山さん、うん、ここあのさっき見てもいいけど最後、うん、電気消してほしいって言われて、最後電気消してほしい、はい、ここ消えるんです、バーンって。あ、こっちです、北山さん。え、そこ抜けばいいよ。そこ抜けば全部消えるんで怖くね、根元。あ、あ、はい、ありがとうございます。あ、大丈夫これで、はい、こうしとけば見ていいって言ってたんで。へえ、真っ暗。ちょっとじゃあこんな感じで、あのまた何かが増えてたらトゥービーさんにお願いするんで、またちょっと見せてください。いや、僕は全然あの許可する側じゃないんで、ああの聞いていただいて。あ、分かりました。怒られない程度にしないと。ちょっとこのレッスン場を僕らも追いかけていきたいと思うので、こうやって撮っていけば出来上がった時でももしかすると撮らせてくれるのかなっていう淡い思いがあるので出来上がったところは大丈夫じゃない、別に分かんないけど、出来上がったらダメなのかな。基本ダメだと思ってました、うん、ちょっと北山さんからも言ってもらって。これやだよ、これね、これ聞いてよ一緒に、じゃあ社長に機会があればね。はい、じゃあお疲れ様でした何の一本だったのこれはい、 OK です。ちょっと今ロケの途中なんですけど。途中だよ、いろいろありまして急遽回させてもらってます。ちょっと北山さん、あの僕、うん、出張で北海道行ってきたんですよ、うん、へえ、何しに。仕事で、うん、ちょっとお土産買ってきました。あ、マジで、はい、そういうとこあるの。そういうとこあります。へえ、普通にお土産です。あ、本当だ、普通にお土産だ。札幌で知る人ぞ知る名店。へえ、なんか俺聞いたことある。本当ですか。めちゃくちゃうまかったんで、これで宅麺って書いてあったんで、あれこれちょっとあの人に買っていこうと思って。宅麺、あの人宅麺イコールあの人だと思って。宅麺も出てんの。宅麺も出てます。あ、食べたことある。寿司冷凍のやつあります。多分あるかも。めちゃくちゃ、じゃあありがとう。はい、え、いらないそうそうそう、これ確かうまかった記憶ある。札幌イコール味噌っていうのは、まあ、古いわけじゃないですけど、別に札幌から味噌だけではないというか、醤油も塩も今来てると、うん、そうなんだ。なん札幌はね、寒いから味噌だみたいなのあったけど、やっぱこういうのもね。ありがとう。
嬉しい。北山にいきなり重大質問。びっくりした、びっくりした。何、今から10の質問を、簡単なやつなので聞かせてください。よ、いいですか。よ、あ、パッパいきますね。よ、では1問目、うん、初めて買った CD はクロマニオンズの、クロマニオンズのあれなんだっけ、コナン君の初代のオープニングテーマかエンディングテーマ。好きなおにぎりの具は、うわ二択で悩んでる、明太子か鮭。好きな飲み物は、飲み物は、あ、台湾茶。好きな動物は、うわ困るな、犬か猫。好きな英単語は、英単語 What? 最近のブームは、最近のブーム、うわ最近、最近のブームは、あぐ、ぐちぐちぺ。最近買ったものは、あ、タクメ。好きな野菜は、レタス。残り2問です。好きな調味料は、醤油。ラスト、好きなひらがなは、髪がペ。わかるか。という10問でした。ややこ、最後のやつ。実はこの10問心理テストになってるとかじゃないんだよね、これがね。まだ普通の質問なんで、これがね、普通の質問でした。だね、心理テストの方が面白いじゃん、そうしたら。いや、面白くないです。面白くないんかい。いいですか、聞いてって、うん、簡単に。うん、1問目、好きに、初めて買った CD は、コナン君の初、コナン君の初代が俺の小学校1年生とかな、確か。あの時のオープニングエンディングがあるんだよ。クロマニオンズだった気がするよ。あとミッドナイトシャッフルだよ。ああ、ちょっと待ってくださいね。クロマニアンズ、コナン、胸がドキドキ、胸がドキドキ、胸がドキドキや。ハイローズって書いてますね。ハイローズ、間違えました。ハイローズです。好きなおにぎりの具は、うん、明太子。明太子か鮭だよ。ああ。なぜその明太子を。シンプルにうまいじゃん、明太子って。うまくない。明太子自体も好きなんですね。明太子好きだよ。ために博多の友達から取り寄せたりする。へ、3、めっちゃうまい明太子あんだよ。何ですか。名前忘れた。名前忘れた。名前忘れた。3、好きな飲み物は、台湾茶。台湾茶、うん、どんな味なんですか。あのほうじ茶みたいなことですか。いや、なんつったらいいんだろう、香りいいお茶。4、好きな動物は、いいんかい。ん、犬か猫、どっちですか。犬の良さと猫の良さはあるでしょ。ありますね。どういうとこがいいと思う。犬の良さ、呼んだら来る。ブーブーとかでしたっけ。猫はじゃん、呼んでも来ない。違うじゃん。猫はなんかあのこう構ってほしくない時がさ、いつもさどっか行っちゃってさ、かまってほしいだけくらい、あのちょっとわがままな感じがいいじゃん。犬は感情があるじゃん、なんかすごいすごい感情くるじゃん。はい、でどっちも可愛いじゃん。5、好きな英単語は、ある。好きな英単語。逆にインタレスティング。インタレスティング、ちょっとやめます。やめていいですか。ちょっと今の絶対単語入れるな次。今のカットします。いやいや、させない。最近のブームはグチュグチュペ。なんかちょっと茶色い液体でそれブグペってやると
自分の口の中どんだけ汚いか見えるってやつ、すげえ出てくるやつあんの、イソジンみたいなことですか。だからぐちぐちペーだって。7、絶対次行くなよ今のそう、頼み直しました、食べ終わったんで。ちなみに何を。まあコンピラ層は行ったよね。あ、ありがとうございます。あ、見る、なんだっけ。結構コメント欄にもみんなあのタクメン頼んだっていうのを言ってました。あ、ね、俺の後輩も頼んだって人。はい、ヒットつけ麺やったじゃん。はい、辛味噌ラーメン、フクロウ、神田ラーメン、ワイズ、うわ最強の次世代汁なしスッパ麺、美味しそうですね。ここ入荷待ちなんで今はちょっと頼めないしさ。俺たまたま頼めたんだ。そしたら8、好きな野菜は。レタス。レタス、うん、くるまってる普通のレタスあんじゃん。はい、あの子結構薄い、はい、あれが好き。なんかしゃぶしゃぶとかでさっと茹でて食うのが好き。ポン酢とかで食べるのが。9、好きな調味料は。醤油。醤油なんですね。うん、タバスコで来るかと思いました。いやいや醤油でしょ。俺小さい時米に醤油かけて食ってたからね。そのままそれ食べるものがなかったとかじゃなくて。あ、普通に醤油が好きだったの。あ、珍しいですね醤油、なんか醤油うめえって思ってたの。けど僕も一緒だもん。醤油めっちゃうまかったよね。あのそうです、皆さん餃子とかってその調味料を醤油でつけるじゃないですか、うん、僕はもう餃子が調味料だと思ってるんで。逆に逆にシャバシャバに醤油して、で餃子じゃあそのまま食べてみてよ、本当に美味しいの。醤油じゃん美味しいのですよね。そうじゃないそれではない。ただ俺はトマトに何かける。トマトは嫌いです嫌いなもんあんのか。俺はトマトを冷やしたやつをかじって、かじるとさちょっとこの種の部分があるでしょ、そこに醤油入れてかじる。醤油トマトめっちゃうまいから。塩とかじゃないんですね。醤油マヨネーズでもなく醤油。トマト嫌い。トマト嫌いでだよわかりますじゃないんだよ、ね、それは。10、好きなひらがなは。もうやめてそれだから分からん、ないんだって。ないだろ好きなひらがな。ありますか。のいや前回聞いた時なんて言ったか覚えてない。覚えてない。なんだと思います。げ目目エギオが好きなんですよ。今回もペダスし、めえ、ペえ、なるほどね、げえ、いい踏んでんじゃん。踏んでます。うん。終わろう。以上です。はい。終わろう。美人だねこの子。わかります？この子美人だよ。素人なのに。俺の学生時代の幼稚園とか小学校時代のいちごエピソードいらない？